まだだいぶ東の方に戻らなかったけど、ここは幼稚園なんか、私立埋蔵文化財センター、富田林市立。くらいでね、全然何もわかりませんけど。学校なんかと思ったら、そんなセンターがあるんですね。あれでも、第一中学校って書いてあるし、中学校の中にあるのかな。面白いですね。ここは寿町、一丁目。公園って言わないですね。遊園って言うんですね。ちょっと気をつけないといけないのが、私真っ暗の服で来ちゃったんですよね。これですからね。ちょっとね、もうちょっとね、蛍光の、ね、反射板とかで持っとった方が良かったし、こんな夜の街歩くんだったら。なんて話しとったら、面白い。金剛病院なんて出てきましたよ。これは、この辺り意外と金剛って使うんですね。あれ、金剛山ってこっちの方でしたっけ？あれ、私はあれ、和歌山の方だと思ってましたけど、かなりちょっと私の記憶違いなんですかね。ええ。いざとなったらあれか、ここでぶっ、寒さに震えてぶっ倒れて運んでもらいましょうか。ダメですね。それはダメですけど。日曜日はやってなかった。まあ、当たり前ですよね。まあ、でも、救急カレーをやってるみたいですけどね。あ、近鉄の線路が見えてきました。ということは、そろそろ隣の駅があるんじゃないかな。一路街道の方に思います。わ、すごいな。こっちは住宅街がわーっとあるんですね。うん。はい、ちょっとこの辺りは、都市部というよりは住宅街という感じですよね。古市行きの撮影は難しそうかな。まあ残念ですけど、こればっかしは仕方ありません。あ、この子、ツタヤがあるんですね。ウェイ書店。やっぱチェリオなんですね。こっち、やっぱ自販機の相場が100円と多いのはありがたいですね。意外と歩きでね、夏場なんか特にね、喉すぐ乾きますからね、外歩いとったら。大阪はこういう時に、パッと100円で買える自販機がね、あちこちにあるんで、ありがたいですね。これは牛骨醤油。へぇ、誠や。牛骨って言うとあれか、鳥取ラーメンみたいなあれかな。鳥取ラーメン一回食べたことありますね、そういえば。何か鳥取に行ってラーメン屋さんに入ったら、牛骨なんてあるんやけど。ちなみに、お腹は結構膨れてます。お蕎麦だったんですけど、やっぱりあれ大きかったし、あれ、で、ボリューム感で言うと、四日市の、近鉄の四日市にあったびっくりうどんね、びっくりうどん、びっくり蕎麦。玉の数は一緒、多分麺の多さ自体は一緒なんですけどね。で、キツネが乗っとる。で、揚げがかけ放題。これがまず違いますよね。これでね、結構ボリューム感出るのに、加えて、山菜が入ってました。この山菜がね、結構惜しみなく入ってたんで、これね、結構ね、お腹膨れましたね。お蕎麦だけだと、ね、もちろんあれですけど。あら、もう次の河内長野駅も行っちゃいましたね。さあ、そろそろ準備しないといけません。ただ、ちょっとコンビニもなんもねえな。ね、満喫どころか、ちょっとトイレしたいな。あ、24時間営業、何や。お、あは、腰の無料回収か。残念。さすがに、この腰の無料回収で一晩明かすわけにはいきません。せめて、隣のこのお店屋さんに頼ることですけど、まあ、9時半で閉めてあると。あ、ここは中華料理屋さんなんですね。うどん屋さんもあります。あ、僕、ほっか店もありますけど、意外と、トイレがねえな。しまった。さっきの富田林の西口で、トイレだけでも書いときゃよかったですね。別に、フリーパス持ってるんですから、入出場は何回だってできるんですからね。あ、それでなくても別に向かいの、ね、向かいにありましたよね。ローソンが。あれでもよかったな。しまった。さてね、ということで、川西駅っていうんですね、ここ。
愛媛駅はすごく取りにくいな向こうにあるかな、川西駅っていうところに来てます。富田林西口から栗の駅はここだったんですね。あ、滝谷不動との間かと。あ、こんばんは。意外と西口からありましたね、歩いてみたらね。ちょっといろいろあの、ちょっとトイレカディーンどの子の人ったらね、ちょっとドタバタしてまして、駅入るところもね、実はね、いろいろとバタバタしとってね、私間違えて一個か通してしまったもんでフリーパスがね、パッと出てこないと、あーっと思ってね、ピッて乗ったんですけどね、あげくの果てに電車には間に合わずという残念な、ことになっておるわけなんですが、まあ、とりあえずでもこの時間だったら、ね、大丈夫なんです。管理席もいろいろ工事をやってるみたいなんですね。バリアフリー工事ってなってたら、多分エレベーターがつくんでしょうかね。こっち側はどの上州でも人のところなんですね。近鉄は下にありますからね、停止位置が。あれ JR って上にありますよね、そういえば。あれも面白い違いですよね、考えてみたら。こうしてみると、ここは富田林市のままなのかな。ね、こんな感じで立ってますけど。で、やはりちょっと探してみましたけど、泊まれるとこはなさそうですね。王将とか、相当寄れますね。ここにあるのは、脇を締めて、ぐーって寄ったらどうだ？100円、大黒なんかディスカウントショップなんかですかね。こっちの方はグッと寄ったら、なんかあれはスシローかな、スシローっぽいマークですよね。どうかな、おマックスまで寄ったらやっぱスシローですね。もう肉感ですとこの距離ですからね、これでやっぱカメラのズームってすごいですね。あ、でも結構乾いたな、ありがたい。このこれ乾き長野っていう感じのと、あの近鉄ってこの行き先表示を統一しないところが近鉄ですよね。長野だけやったら長野県行きそうやな。